6月23日のヘッドラインです。今日は沖縄の慰霊の日です。太平洋戦争末期沖縄戦犠牲者を悼む慰霊の日でございまして、全県民の4人に1人が犠牲になったという地上戦が行われて、そしたのがアメリカのバイデン大統領が岸田君にですね、広島を含めて3回軍事費上げへんかったら承知せんぞということを言って説得したんだと、日本が 1% やそこらで言うてたら承知せんぞというふうに言ったら、キャイーンと言ってアメリカの犬である自民党の岸田総裁総理大臣が分かりましたって言って軍事費上げたんだよと、主権国家というものであるならば日本いいんでしょうかと。今台湾有事や核武装を煽る者がいます。売国奴安倍晋三の一味に気をつけましょう。敵が攻めてくるぞと煽るのは、与党政治家が自分の選挙を有利にするため最低の政治家に注意しましょう。抑止力ごまかし。43兆円防衛売国奴。中国からの報復爆撃が止まらない。安倍晋三台湾有事を煽るだけ、煽ってネトウヨ。バカなネトウヨを首相にした日本国民がバカだったんだ。台湾有事、それは日本有事です。すなわち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 